その昔、天も地もなく、ただ混沌のみがあった。やがて原母神オルサが生まれ、世界を作った。自らの他に誰もいないことを悲しんだ彼女は、自らと似た姿のフィニスを作り、彼との間に13人の子を設けた。だが13人目の子を産み、オルサは命を落とす。彼女の死をフィニスは嘆き悲しんだという。世界が朽ちるまで長く長く。長い時が過ぎた。ようやく見つかったようだ。選ばれし者が聖火神よ、導け。神様に祈りを届けないとね。君こそが。君は旅人だ。長い旅路の末、ここへ導かれた。さあ、進むがいい。名声を求めるなら、必ず彼の劇場に苛まれる。君が望むものは名声でいいのか？よろしい。君の旅は過酷なものとなるだろう。なぜなら、神の指輪が彼らの手中にあるからだ。三つの指輪はそれぞれ三人の邪悪な者たちの欲望を叶えた。富を極めし者、権力を極めし者、名声を極めし者、彼らは大陸の覇者として君臨している。人の欲は深い。底なしの谷のように、君が求め続けるなら、彼らはいずれ立ちはだかるだろう。
君は指輪に選ばれし者。旅の仲間を求めるなら指輪に祈るのだ。さあ旅を続けるがいい。望みのままに。なあ、これは、旅の仲間を求めるなら指輪に祈るのだ。伝承からさまざまな学びを得たいのです。人助けこそ最も素晴らしいことですね。私はコニー、未来の大商人よ。見ていたのね。そばでずっと私を欺き続けて、目に映るすべてが真実とは限らない。私にはバルジャンの愛こそが真実なの。彼は私だけの、いかなる代償を払ってでも、私は己の愛に生きるの。後悔はないわ。ああ、あの方を愛してよかった。ええ、
アーギュスト様、アーギュスト、アーギュスト様、アーギュスト様、アーギュスト様は大陸一の天才です。その女を知らない者は大陸にいません。この傑作はきっと千年先も語り継がれます。同じ時に生まれて幸運ですわ。身に余る言葉ですな。しかしあながち間違いでもない。私の作品は唯一にして至高の物語。マーベラス。どうぞ次回作をご期待ください。まあ次はどんな物語なのかしら。今から待ち遠しいわ。私の集大成をご覧に入れましょう。おや、君は何者かね。